はい、ペーパーマリオ RPG ということで、前回、三つ目のね、スターストーンをゲットしました。そしてね、まあ、ピーチサイドのお話になっているんですけれども、どうやらまたね、天才 AI ことね、自称天才ことね、テック君が呼んでいるんで、まあ、会いに行きましょうか。もうあいつ暇なんだろうね。おー、開いた。PGM もね、退屈、退屈って言ってるんで、ね。もう本当にこいつらやることないんだろうね。こんにちは、ピーチ姫。いつも、突然なのね。今度は一体何？本当何？もうこっちはね、それどころじゃないの。バッツガルフ様のところへ行って、聞いてもらいたいことがあります。ほう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 。え、聞いてくる、ん？聞いてくるってどういうこと？最近ある情報を入手したのですが、気になることがあるのです。ほう。おう、メインでも、そうだよね。お前、知らないことないんじゃないの？ねえ。入力されていないことは知ることができません。おい、何もわかんねえじゃねえかよ。だから、そこと、ん？そのことについて、バツガルフ様が何を考えておられるのか知りたい。あ、お前が知りたいだけ？どういうこと？なんで、お前が知りたいから、ピーチ姫を連れて行こうと。そして聞いてこいと。おかしいよね。エレベーター上がったところに、軍団員の部屋がありますと。そこで軍団員の制服を手に入れて、おい、とんでもねえことお願いしてない？一応捕虜でしょ。一応捕まってるんでしょ。なんでこ、さ、なんでこう捕まえられてる方のさ、人をさ、こう命令して、ね、情報が知りたいだけでさ、はい、やばいでしょ、お前。わかったわ。なんでわかったわって言えるの、ピーチ姫もさ。もう退屈だからね、暇なんだろうね。うん、よっぽどね。おかしいよね、ピーチ姫もね、なんでそんなことしなくちゃいけないのって怒ればいいのにね。おかしな、うん、いや、ピーチ姫もね、結構あれだと思いますよ。エレベーター、あー、これね。はいはいはい。ここに入れということかしらと。じゃあ、ここに入ると。で、ああ、上に参りまーすと。今から変装して聞きに行くんだ。もう、自分でね、なんか盗聴とかすればいいじゃん。ああ、軍団員がいますと。どっから喋りかけてんの？え？おお、ほんとだ。なに、その、ちっちゃいイヤホンかなんか渡されてんの？ Bluetooth？ かなんかある？これで？今ですと。はいはい。エレベーターを出てすぐ右の緑のランプがついてる部屋ですと。はいはいはい。まあ、どっから話しかけてきてんのかわかんないけど、まあ、とりあえずこのお部屋に入ればいいってこと？で、ここに服があるってことかな？ここです、うん。ここで着替えてください。軍内の制服はロッカーに入っているはずです。お前どっから喋りかけてんの？これ？あ、違うじゃん。どれ？あ、これ。調べる。え、これが制服？これを着るの？はい、そうです。背の高さ的に合ってない気するけど。で、ここに入って、で、お着替えすると。あ、なんだかきついわ、これ。それに、ちょっと似合う。まあ、それは嫌だな。でも、背の高さがね、明らかに高くない？ピーチ姫の方が。これで？わ、すーごーい！どうなってんだろう？なんで？なんで？ピーチ姫でしょ？もうなんか一等身じゃん。カービィじゃん、これ。こんな変わるかな？え？いろいろおかしいよね。ありなんだね。うわ、ブラックおるよ、ブラック。こんにちは、ブラック。お前、何をサボってる？持ち場に、持ち場を離れると言っとるの？ん？離れるなと言っとるのかわからんのかと。ごめんなさい。今、休憩、あ、休憩時間あるんですね。ちゃんとね、ブラックじゃなかった。ホワイトでした。まじで適当に歩いていく？こんなに歩いていいの？休憩時間だったら別にこのね、中をちょろちょろしていいの？あ、ここがあれじゃない？あの、親玉がいる部屋じゃない？あ、閉まっちゃったよ。大丈夫？挙動不審じゃない？おー、すごいね。お、あの、バツガルフ様。まあ、明らかに女性の声だと思うんですけど。なんだと。あの、ピーチ姫。ああ、そうね。自分のことね、とりあえずね。お前、声。やばい、だいぶ変なんじゃないかな。ギック。まあ、良いんだ。あの女から聞きたいことはもうない。おー、まあ、とりあえずね、生かしてはくれるんだ。ほうほう、乱暴に扱ってはならんぞ、と。一体、何のために、ピーチ姫を捕らえておくのでしょうか。お前が知ることではない！ああ、そうね、スターストーンをね。うん。でもなんかちょっと教えてくんないとね、モチベが上がんないよ。世界を征服、伝説の宝。お前、今更、ああ、それはみんな知ってんだ。お前、やはりおかしいぞ。いえ、なんでもありません。わかりました。では、失礼します。ほうほう、おー、ちゃんとね、覚えてたんだ、PGM。賢いね、うん。で、みんなやってね、バッテンマークしていくからね。すごいね。ここまででも危険を犯して、手に入れる情報でもあったか？
まあでも世界征服はまあね、まあでもスターストーンっていうね特殊な力を持っているそのお宝をその集めてる時点でまあやばいよね。でこれでなぜか一等身から普通のねこのでかい体に戻るとどういうことなんでしょうね。やっぱりこのドレスが一番だわ。さあ早く戻らなくっちゃと。大丈夫かな、ちょっとねあの天才のね AI にちょっとサポートしてもらわないとバレない。大丈夫、あ戻ってこれたの、あ戻ってこれたんだ、よかった。てくあなたの目的、あなたたちの目的って世界征服だったのね。とんでもねえな。もちろんです。おいおい、え何お前知ってんのに連れて行かれたの、どういうこともちろんです言うてよ今。ピーチーム一つ聞かせてください。ピーチームは今の世界が好きですか。この世界にはたくさんの問題があります。そうね、もちろんよ、嫌いなところもあるけれどそれでも好きに決まってるじゃない。そうですか。世界政府にスターストーン、うんそうね、何の関係があるんですか。お答えできません。あ禁止、あでも一応知ってんだ、ちょっと教えてよね、人用にはねこう働かせてね。あそれはいいの、送ってもいいの、何も言わないよ、わかりました。お前の塩梅で決まるんだね。うん。なんか世界征服企んでるよってマリオに送られるのは結構悪いと思うんだけど、送るんだね。うん。なんなんだろうね。うん。ね。まあなんか言っちゃいけないことは言わないけど、まあ別に世界征服マリオに送るぐらいはいいやっていうね。懐の広さ。おやすみなさいと。なんかよくわかんないねお前もね。うん。あーでクッパサイドに行くってこと。さあおおプニプニのプニ族に来ました。さあクッパさん、おお大丈夫、食べられたりしない。でかい、みんな隠れろー。おおそうね、隠れた方がいいね、燃やされるよ。まさかウロンがいい、ああそうね、うん、お前そういえばやられたもんね。何かおっしゃいましたかな。いやなんでもない、それなんだあのシビコエズラは国族でございますじゃと。でもね、ここのスターストーンってね、まあ、マリオさんが、あ、俺動けるー、はやー、調べる。見つかったー、バカめが。食ってやろうか。うらーあれうじゃーひーあれあ、すごいね、お前。すごいね。すごいね。耐えるんだ。これ調べるでいけんの、ガタ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 。でっけえなー、ありゃかなりワールドぜ。あ、でも逃げないんだ、お前ら。すごいね。ひゃっ、怖いよ、お兄ちゃん。大丈夫だよ。お兄ちゃんがついてるぞ。もしかして、プニオですか？キャーッと。でもね、全然効かないんですね。非耐性すごいんだろうね。これ、あ、なんか、ここにもいる。あら、大丈夫。あら、もういない。おじゃ、あ、何も言わない。ちょっと、お前、どうしたの？あーっと。わ、すごい、見てるよ。ばっかと。どういうこと？衝撃の出会い。おしは、あれじゃな、スターストーンが目当てなんじゃな、と。来ました、おばば。ふめ、こりゃ、お前、スターストーン。ついてべけしからんと。すごい強いクッパ様にもね、うん、まあまあまあね、年がねやっぱりねおばば様の方が上だからね、驚かせてないよこの年寄りめって。お前も結構年取ってんじゃない、どっちも年寄りだ、おばばとおばばです何この選択肢、まあおばばとおばばだね。うん、てん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 、なんですよクッパ様、言いたいこと。うん、なんでもないぞ。おお、言わないんだ。すごいね。長老ババよ。あ、長老ババってね、名前つけてあげたんだ。年寄りと言うぞ。ふん、ババはいらんぞい。それに、スターストーンならもうここにはないぞ。なにと、お前もネタキャラ化してるって。マリコ、うん、そうね、マリコです。マリコ、うん。ここをね、あえて間違ってくれてよかった。ピンチ姫、うん、そうですね。ピンチですね。あ、もうバレてるね。ピンチ姫じゃなくて、ピンチ姫、おお。ともかくマリオが探してるスターさん、ピジミに関係してるようですな、と。じゃが、ね、マリオが独り占めしてしまいます、じゃ。おのれ、マリオめ、ピジミもスター様は我が輩のものだ。見つめたら今度こそ必ず決着をつけてくれるわ。あー、で、終わりなんだ。もう、おばばにね、いじめられただけクッパがかわいそうに。おばばとおばばに挟まれて。あ、ゴールデン、いるんだ。ね、この、ずるいことばっかやってし、ぐやっとくるね。そうですか、そこまでいるのであれば仕方がありません。うん、スターストーンすべて集められることを願っていますよ、と。ふん、ゴンザレスよ。俺はもう二度と卑怯な、おー、なんでどうしたの？うん、俺に卑怯な技使っても勝てないって分かったから？本物のチャンピオンなれるかな？卑怯な技使ってもね、勝てなかったのにね、毒入りケーキとかね。
問題です。ああ、マイクル復活したんだ、よかった。ああ、奴らの中でも一番いい奴だぜと。うわ、嬉しい。うん、頑張れ、マイケルな。せめてお前のおかげだよ、と。ガンスがいなくなった、今。ああ、ね。秘書であるあなたが、もう社長みたいな感じでね。ほうほう、まあまあまあ、もうね、ゴンザレスのね、ポスターが後ろにもいっぱいですよ。では、ごきげんよう、と。オッケーオッケー。じゃあまあ、俺は行くんで、頑張れよ、おめえら。な、チャンピオンいなくてもな。そう、じゃあ、とりあえず、戻るって感じかな。まあ、また神殿に行って、新しい、あの、星の場所を記すって感じかな。おっと、メールだ！あ、これあれなんじゃないの？ PG 姫からね、世界征服だってあいつらやばくねってメールなんじゃない？マリオへ、大変なことがわかりました。彼らの目的は世界を征服することだったのです。でもまあ、言うてクッパも毎回そんな感じじゃない？それがね、スターソーンを集めて伝説の宝を手に入れようと。宝が何なのかね、わからんけど、スターソーンを手に入れてくださいと。情報ね、PG 姫よりと。頼んだよ、PG 姫ね。退屈とか言わないでね、ちゃんと働いてね。はいはいはい。世界が征服されないように、とりあえずスターストーンをいっぱい集めてねってことですね。ここのデカブロックって今なら割れるんじゃね？これで。この今ワープしたんだけど、下に。あ、社員ね。はいはいはい。ほう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 。じゃあ左側はでもまだ、多分ダメだよね。これ、明らかに硬いもんね。これも壊せるくない？これもこれでボーンと。ああ、星のかけら。あーね、で、ジャンプ台があると。これのおかげでもう紙飛行機にならなくても、こっちの左側、ね、神殿に行けちゃうと。オッケーオッケーオッケー。じゃあ、三つ目のね、スターストーンをかざして、次の場所を教えてもらおうか。おー、そうね、仲間もね、増えたからね。いや、ちびよしーちゃんがね、仲間になったことによってね、移動スピードがかなり上がったんですよね。残りのスターもあと4つかな、これ。後ろの扉見る感じ、あと4つだよね。ってことはもう言うてね、まあ、半分はまだ行ってないけど、次のスターストーンでもう半分行っちゃうって感じだよね。これは左側だね。木が生えた。あ、木が生えた。木が生えた。おー、なんだそれ。なんかわかんないな。なんかわかんないけど、お、赤いスターストーン。かっこいいね。はいはい、はい。まあ、次は、この、西側、まあ、左側のマップに行けばいいってことかな。4つ目のスターストーンの場所だぜと。とりあえずね、先生ね。メールのこと、あー、そうね、先生にもね、ちょっと世界征服企んでるらしいんですけどっていう情報を教えてあげないとね。そう、先生、お願いしますよ。なーにー？ピーチミをさらった連中の目的は世界征服だと。あー、そのために伝説の宝を必要としてるみたいだぜ、だぜと。事態はお前よりも深刻になっているようだな。実はなぁと、ほうほう、調べて、わかったの？とある本に宝についてとんでもないこと。恐ろしい災い。おぉ、もう宝でもねえじゃねえかよ、もう。恐ろしい災いがあると、あっこに。じゃあ開けない方がいいじゃん。もう企んでいるということかい？何をどうするかわからんが、可能性はかなり高いだろう。こうなった以上、何としても奴らに伝説の宝を渡してはならぬ。おぉ、再びこの町が。いや、世界が滅んでしまうやもしれんと。でもどうなのこれ、スターストーン集めないでさ、もう、そこに置いといた方がいいんじゃないの？でもまあ、どうせあれかバッテン軍団が集めていってしまうのか。実を言うと、わしもよく知らんのだよ。お、薄暗くて気味の悪い村。はいはいはい。ちょっと待って、俺。お、本に書いてんの？村について。うむ、薄暗村に行く土管も街の地下。ああ、そうなんだ。ちょうど西エリアの下のあたりだ。はいはいはい。さあ、ゴンザレス、すぐに出発しようぜ、と。西エリアってことは、あれかな、左、お、ノコリン。うわ、ノコリンね。はいはい。家に入るとね、匂いはするのいなくて、ちょっぴり変な匂いがするのよ、と。ゴンババのお腹ね、お父さんがね、もういいんですよ。彼女がね、いるからと。おー、写真も飾っちゃって。ね、ノコ太郎はな、すごいよね。あー、これなんか第2号も来てるよ、これ。昨日中60がなんと、ナンシーさんに猛烈アプローチ。何やってんの、じいちゃんさ。何よさ、その、ピチビのじいちゃんでしょ？ショップ探偵。はいはいはい。お料理のね、あれもあるんだ。なんかいろんなこと書いてんね。何やってんだろうね、キノジーはね。PG 姫捕まってんのにね。何猛烈アタックってバカなんじゃないかって思うんだけど。ね、じゃあとりあえずまあ左側のペラペラになって、
あっこ下入れば多分西エリアの、洞窟で地下に行けると思うんで、まあ、そっから探索していけばいいかな。まあ、これだよね。ここにこうペラって入って、さあ来ました。あ、これ今いけんじゃね？これで。ヨッシーでさ、これで。あ、いけるね！ナイス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 。で、社員ゲットして、この土管は？ああ、そこなんだ！え、何これ？なんかわからない。なんか謎のアスレチックがあるけど、これは星のかけらがあるだけかな？まあまあまあ、星のかけらもね。とりあえず取っておきましょうと。こんなもん？さあ戻ってきました。じゃあこの扉に入ればいいのかな。こちらへまだ探索、お、なんだ、土管があるよ。何これ、薄く、ああ、もうあるじゃん、これじゃん。じゃあはい、入る、入って、どういうことどういうこと、押し戻されて、あ、詰まってるってこと、どういうことだ。あと先生、あ、また先生に行くの、めんどくせえ。もうさ、そこはワープでどうにかしてくれよ。もうまた向こうまで行くんだ。先生、薄暗村の土管詰まってるんですけど、なんかないですかね。うん、土管発見したんだけど押し戻されちまうんだ。なんで土管に入れない、どうしたらいいの何もわかんねえじゃん。じゃあ誰に聞けばいいのじゃ。お、そうだわい、コロツキタウンのどこかに薄暗村から来たやつが住んでいたと。もう入る方法ね。名前は、こう、薄暗いところが好きな、暗がりさんだ。この家のすぐ近くをうろついているのを見たことがある。ほう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 。まあじゃあこの家の近くなんでしょ？あ、ここじゃない？ここにいなかった？そういえば。最初来たよね、ここ。ここにいるよね、いるよね。だよね、だよね。こんにちは。あなたが、そうですか？お暗がりさんですね。ちょっとね、入り方教えてほしいんですよ。なんかそんなの簡単さ。自分の名前を書いたものを身につけて。へえ、なんでそれで入れんの？名前の書かれたものを。じゃ、マリオって書いてる。ああ、ん？あ、お前が書いてくれるの？お尻のところに、いや、普通になんか書いてほしいな。なんか帽子とかでいいんじゃないの？なんでわざわざお尻にマリオって書くの？すでに君のパートナー、ああ、どうもね。うん。名前ない。グレートスカイです、ね。ちょっと長いですけどね。ちゃんと書いてね。ああ、お尻に書くんだね。うん、なんだかくすぐったいぜ。どのようで薄暗村に行くのか知らないけど、頑張ってね、と。はい、応援してる人、ありがとうね。なんか、なんもね、あれ知らないのにね。なんか応援してくれて。じゃあ、まあ、これで名前を書いているんで、とりあえず行けるってことだよね。なんかよくわかんないけどね。まあまあまあ、じゃあ一旦また戻ろうか。これでね、名前を書いているものを身につけているんで、きっと押し戻されないはずなんですけど、どうでしょう。入る。行けた？行けるんだ、それで。どういうこと？その条件よくわかんないね。豚のために金はなる！おー、なんかすごいことわざみたいなね。まあでも名前をね、もう全員分書いてもらってるんで、とりあえず、ヨッシー以外の仲間も来れてるのかな？薄暗村。うわー、暗い。あー、豚がいる。豚はあれなんだよね。ペーパーっていうよりは、なんかすごい立体的っていうか。なんかちゃんとあんのね。なんだか不気味なところだけど、ここが薄暗村か。おや。あ、どうもどうも。同じ顔をした人いたよ。もう、遠くから来た人だろ。あんたその顔つき間違いない。冒険者だな。ちょっと悪い時に。ほう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 。え、我たち一体なんだ、気になるじゃんけんよ。もう恐ろしい、語るも恐ろしい話。ん？何？あ、また金の値だ。あ、恐ろしい。今度は一体誰だ？誰が？わーお、なんでブヒブヒ。え、これってどういうことなのさ。おお、これだ。フレディが無駄にされてしまったか。あら、おじいちゃん、なんか、大丈夫？なんか、ほつれてない？頭の方。なんか、それ髪の毛なのかな？それともなんか中身出てない？なんかおかしくない？お、村長。旅のお方じゃんな。お、わしの家。はいはいはい。どうも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 。いや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 、もうなんかバイオハザード化してるよね。怖っ。BGM が終わってんもん、もう。旅のお方よ、我が村、薄暗村へようこそ。と言いたいところじゃが、と。それどころではない。見てる通り、これも村には呪い。フォー呪い。実はの、オドロン寺院という古い建物、そこに住みた化け物がかけた呪い。金が一つなるために村人が一つずつ
豚にされてしまうのじゃよ。愛する人が豚にされる。そして今度はいつ自分が豚にされてしまうのか。恐ろしくて夜も眠れんのじゃ。まあこの村は一日中夜みたいなもんじゃな。このままではいずれこの村は豚だらけじゃよ。悪いことは言わぬ。そうね、逃げたいね。逃げたいんだけどね、スターストーンがね、ここにあるって言うんだよ。おお、ドローン寺院に赤く輝く星の形の石が祀られていると。ビンゴ、きっとそれがスターストーンだな。あんたたち、ひょっとしてドローン寺院に行こうというのかね。すごいね、常に重心かかってるね。おお、すごいね、プルプルプル。なんというかな、まあ、冒険者ですからね。他に何か情報ありますか、わしらか。おお、愛する家族や友人がおる。生まれた村と。うわ、もうなんか悲しいなぁね。ちょっとはどうにかしてくるから、なんか入ってない、なんか俺に渡すもんがあったら渡してほしいな。解決してくるから。で、これはもう豚さんになっちゃってる。あ、話せるよ。ブーっとすごい楽しそうね。これクリスチーヌでやったら、これは誰々よとか教えてくれんの？ん？豚にされた村人よ。お、明るいなんてこの人の性格が出ているのかしら。あ、そういうこと、豚ごとに違うの？あ、ブヒブヒ。暗いね。この子はブー。おお。個性がね、いろいろあるんだね。ピグミンかな。じゃあとりあえずもう右側に進んでいけばいいかな。こっちなんか、あ、草とかあるけど、これは、あ、金が出るんだ。一応全部殴っとく。お、星のかけら。いいね、いいね、いいね。金だけかと思ったらね、こういうことしてくるからね。こういうとこはね、一応、おお、ファイヤーフラワー。いいね、いいね、いいね、いいね。ここでね、こうアイテムをね、いっぱい稼げるのはありがたい。まあお金がね、かなりあるんで、別にね、アイテム買おうと思えば買えるんだけど。じゃあまあとりあえず全部ぶん殴ったことなんで、右側に行きますか。うわー、こっちも、うわー、すごいことになってる。こんにちは。ブヒブヒヒーブヒブヒーブヒブヒブーと、すごい楽しそうな豚さん。この木は？うわ、カラスが かわいそう。え、お、ん？あ、カラスにも話しかけることができると。へぇ。お、なに？ぐすんぐすんって言ってるよ。あ、ここアイテム屋さん？ファイアフラワー怖っ。ん？開くの？あ、開くんだ。何もねえ。え？無事ザー、無事ザー。どういうこと？あら、お客さん、ぐすん。ごめんなさいね。今、水やってないんだよ。どうしたんだい？どうしたの？ぐすん、うちの旦那、うわー、もうあれ旦那さんなんだ、豚に。ほう！ぐすん、うちの旦那っていうの森へ。お、薬草をね。ほうほうほう、わーおー。うわ、あんたなんか豚になっちまいな。うわ、なんでそんなこと言っちゃったの、本当になっちゃってんじゃん。おー、そうね。おー、すごい、勝手進むね。うわ、もういっぱいいるね。マリオあくびしちゃったね。うわ、長いね。ほんとすごい話だよ。マリオ寝ちゃったよ。もう、クリスチーヌも寝ちゃった。あ、待って、待って、読めない、読めない、読めない。もう読めない。あ、聞いてるかい？あ、ごめんなさい。話長すぎて。あ、いや、聞いてますよ。聞いてます。ちゃんと聞いてますよ。戻すこと、そうね。まあ、ジーン行ってくるから。あ、最後にあるもの？マジ？ちょっとじゃあ、ちょうだい。閉まってるよ。鍵。鍵がかかってるよ。え、森に？何や？おお、宿泊券。なんでこんなとこ宿泊券？まあ、じゃあ、森に行って鍵があれば、ここのね、アイテムを、まあ、かっさらえるってことですね。まあまあ、いいこと聞きましたね。じゃあ、とりあえず、ん？なんか閉じられてるじゃん。ちょっと開けてよ。化け物が住んでいるという話だ。村長の許し、いやもうもらってますよ。まあいいわ、村長の家に行きましょう。ああ、もう一回行くの？もう一回行って許しをもらってくると。え、あ、またすごい頻度で金が、あ、私、あ、まあまあそうね。誰がなったの？あ、この人、あれ、どれだ、わかんない。誰がなったの？村長がなったんじゃないの、もしかして。これ、村長だって、村長フラグ立ってるって。村長生きてる？村長？村長！フラ、村長！ああ、もしかしてこの豚、村長、どうしよう、物を通らせてもらうための許可をもらえないわ。もう、どうするよ。ちょっとお前連れて行こうか。連れて行くか、お前。ブブーン。もう、豚になっちゃったね、もう。またなった。どんどんなってく。スパン早くない？なんで？もうなんか、2分に1回ぐらいになってない？おお、豚になってる。え、この頻度でさ、なってたらさ、1日かからないでみんな豚になっちゃうんじゃないのって思うんですけど、まあ、じゃあ行きますね。
帰ってくる頃には多分村人全員豚になってるよね。これえげつないよね、この呪いね。お、薄暗の道と。すごい岩があるよ。これ壊せないよ、これで。はい。あ、ダメだ。まあ、じゃあとりあえず進んでいこうか。お、ブロックがあるね。はい。もう何もない。この木は？あ、何もない。あ、本当に何もないだけの道だった。お、またブロックがある。うわ、なんか顔色の悪いクリボーがいる。おーっと、キノコ。このブロックは？お、スーパーキノコ。このハテナブロックがお金か。ただの。あ、ブロックがある。で、またトゲが生えてんな。はい。うわ、いや、いっぱいあるわ。いっぱいある。やったやったやった。金、金嬉しい。金嬉しい。いいね。うわ、ここにも豚がいる。え？ブヒブヒ。これは？あ、いけない。あ、鍵があるよ。これは、あ、ノコ太郎でいけんじゃね？これ。これで。はい。あー、いや、ちょっと、もうちょ、ここ、ここ。オッケーオッケーオッケー、いいね。お店、あーね、これがお店の鍵なんだ。じゃあ、この鍵を使うことで、お店にあるアイテムをもらえるってことですね。そうそうそう、そこにあるお店のアイテム、もらおうじゃないか。調べる。お店の鍵と。なんか、いいアイテムいっぱいあるんじゃない？バッジとか、お、なに？お、黒い箱があるけど、まあ、一旦ね、周りのやつから行きましょう。この箱は、防御プラス。おお、単純にね、防御力上げ。うわ、いいな、いいな、いいな。でも装備できないんだよな。うわ、5。マジで。いや、もう、強いけど、強いけどね。どんどん、どんどんバッチの必要ポイントが上がっていくね。そうね。でも今、外すのないな。5はちょっときっついね。まあ、ピンチで系を外したとしても5は稼げんからな。まあまあまあ、いいや。で、テレサの服と、これ何これ？ロイヤルゼリー。F50! 過剰供給だね。じゃあこれね。これはいつものやつでしょう。嘘！今、人の声が聞こえたわ。まさかこんなところに人が来るなんて信じられないわ。なんでこんなところに宝箱あんの？え？前にも私のような箱を見たことがあるの？違う違う違うわよ。私とは関係ないわ。とにかくあなたたち、私をここから出して。どうせね、出したらまた、うわーはーはーって言うんでしょ。呪いをかけてやろうと。そうだよ、呪いをかけられるんでしょ。なんというか、素敵な能力。あ、マジで？マジで？どうかしら。ね、もう3回目ぐらいじゃない？ね。鍵はこの村の近くにあるはずだけど、そうね、でもね、どうせ、お願い、どうしようかな、でも能力もらえるならな、と言うとでも思ったか、と言いたいところなんですが、そう言ってられないので、そうね、まあ、鍵を探せってことだよね。とか言われても、あ、クリスティーヌに聞いてみる？この箱のところで、聞いたら、なんか教えてくれない？あ、村ね、村じゃなくて、もう影が出てきてしまうの、怖っ。いやー、でも、豚にされるより、まあまあまあね。なんかこの鍵についての、黒い鍵を探しましょう。村の外にあった小屋。小屋？ちゃんと調べたかしら。小屋？これのこと？かな。これがいけるってこと？ん？あ、でもなんか地面動けそうな跡あるな。こういうこと？ん？ん？あ、いや、押せ、あ、普通に？あ、普通に押せるの？普通に押すんだ、そうやって。はいはいはい。で、ここに鍵があるってこと？ある。普通にある。すごい近くにあった。あ、ブロックあった、ブロック。やった。お金もらって。さあ、素敵な能力をちょうだい。あら、開けてくれるのね。本当にありがとう。黒い鍵。はい、黒い鍵です。何の能力かな？ブワーハハハハですよね。ブワーカメー。もう分かってました。ね。もう3回目ですよ。もう分かりますよ、そりゃね。はい、顔が来ました。セクシーなレディーでも出てくると思ったんだろ。お約束通り恨みを込めて、お約束だね、確かにね。俺様の呪いは恐ろしいぞ。体を小さく丸めて転がり回ってしまう恐怖だ。そりゃ呪われる。おお、これで呪われてしまったと。ざまみろ。この呪いが発動すると、お前は歩くことができる。それは結構しんどいね。いやーなんて、それは確かに恐ろしいね。苦しむ姿を俺様が見てやるとしよう。ZR、Z、あ、ペラペラのね。で、こう回すと。で、うわお、これは恐ろしい。もう見る影もないね。面白い姿だな。進むと血を這うようにコロコロと、うわー、惨めな姿をじっくり見てある。わお、これは目が回っちゃいそうだ。これは惨めですね。もう目線がだって低いもん。もうね、見下されるね。
うはぁ、どうだ、惨めだろ。コロコロ転がるのに飽きたら、あー、ちゃんと戻れるんですね。うわぁ、すごい親切設計。どうだ、丸まり方はもうすっかりマスカー、マスターしたか。マスターしました。ね、なんかごめんなさいね。なんか呪いなのにね、マスターしたかとか言われてね。なんか本当に呪いなのかって思っちゃうけど、まあ呪いなんでね。うん。まあ何なんだろうね、本当にね。なんかまたこのコロコロ転がれる能力をゲットしたんで。うわー、恐ろしいね。これクリスティーヌもね、一緒にやっちゃうんだ。じゃあ、とりあえず、この能力で、あ、そういうこと？鍵を？倉庫を開けてくれたんだね。うん。好きなもの持ってっておくれよ、と。うちの旦那が、うん、まあ。くよくよしていらんない。すぐにお店の、あ、そういうこと？お店で準備してくれんの？なんか売ってくれんの？これ貼り直したら、お店開いてるとかある？開いてないね。さすがに早かったね。じゃあ、とりあえず多分、のこのこで、ん？何？ゴルスチタン。ああ、またニュース系ね。はいはい。一時乱れる。事件。ああ、電車が。はいはいはい。ゆけショップターン停断と。ホットドッグ屋。あ、あのね、ウーロン街の横にあったホットドッグ屋、そんな人気なんだね。で、お料理と。はいはいはい。まあまあ、そういうのは置いといて、多分のこ太郎で鍵を取ったあの木が倒れてたところが、多分コロコロで行けるようになるってことじゃないかな。ここが多分、この、コロコロで行けるね。オッケーオッケーオッケー。おっと、星のかけらがあるじゃないか。危ない危ない危ない。いいねいいねいいね。オッケー。じゃあ、こっから先にまた進んでいこうと思ったけれど、あまりにもでかい何かがある。これを後ろから行けるけど、何もない。ん？どういうこと？ああ、飛ばすってこと？ここで、クララさんの出番ですか？もしかして？あ、行けるんだ！これね、紙と同然だから。はい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 。で、こっから入っていくと。ほうほうほう。これはでも左側でいいやん。こっち、ああ、え？その森に入っていったって感じ？はいはいはい。ちょっと、恐ろしいって結構さ、おっと、なんかいるし、ちょっと、怖い。ちょ、これ、オッケー。奥にハテナがあるけど、これはこれでいける？いけるね。オッケー。で、何が入ってるこれ。おっと、なんだこれ。お、ゆらゆら地震。いいね。これはでかい。うん、あ、ブロックあるじゃん。ちょっと、お金もね、欲しいんで、しっかり取っていきたい。またハテナブロックがある。お、なにこれ？ハンマー投げる。ハンマー投げちゃうんだね。ハンマー投げて遠くにいる敵にも防御無視。ほう。いや、強いかもしれないけど、バッチポイント、あ、でも1か。1だけど、まあ、防御無視っていう、防御力がほ高い敵が出てくる可能性もあるけど、あるけどよ。ね、あるけど、今つけるのがない。もう、早ピンチ系ももう持っときたいしな。まあ、仲間がピンチのやつは外してもいいか。ハンマー投げる。一旦つけとくだけつけとく。まあ、つけとくのもありじゃありか。うん、つけとこうか。うわ、なんかでっけえ木があるよ。え？なにこれ？え、なにこれ？このでっけえ木は、また奥に行くとかあったこれ。ん？また飛ばす？またクラウダさんパターンあるこれ。飛んだりする？あ、飛ぶんだなんか困った時とりあえずクラウダさん吹けばどうにかなるな、このゲーム。で、奥に行くと。はい。さらにじゃあこれ森の奥に行ってるってこと？すごい。わ、満月が近、え、ここなんかめくれてないこれ。まあ、とりあえずこの岩が関係、お、いや、押せるぞこれ。押せ、ん？ふーんってされた。マリオにふーんってされた。何やってんねんって。多分これじゃないじゃん。これを吹いてあげることによって、おお、穴が出てきた。あ、これはヒップドロップ？クルリンジャンプで入ったら、ああ、そっち側に出ると。あ、押すってこと？連動してんだ。へえ、わけわかんねえ。どういうシステムなんだろうね。うん。で、こっち戻ってきて、入るってこと？まだ押せるとかはないか。なんか不思議な。ああ、出るんだ、そっちに。うわー、これ、新エモンじゃない？だよねー。もうどうしようかな。まあ、戦うか。ハンマー投げる使ってみる？どんだけダメージ出るか。それで？はい。はい。
はい。おお。そんな感じなんだ。そうだな。でもまあ2ダメージでしょ。あいつの体力は何ぼかわかんないけど、もうどうせ硬いからな。ゆらゆら自身使っていいんじゃないって思うんだけど。はい。これで5ダメージだから、この真ん中におる、なんだっけ、パンジーさんだっけは倒せないけど、おお、オッケー。さらばパンジー。ほいと。これはレベル上がるんじゃないかな、ちょうど。14でしょ、上がるね。オッケー。何入れようかな、バッチかな、やっぱ。もうなんかつけたいバッチがどんどん増えていくんだよね、このゲーム。もう体力は本当にやべえっていうのは分かっているんですけど、バッチ上げたいよな。バッチにしましょう。はい、バッチです。ね。マジでやばかったらレベリングします。もう結構やばいけどね。もう結構やばいけど、まあなんとか。お、スターパワーもね、ありがたい。うん、でもまあ3つ増えたところで、防御力上げのあれつけれないよね。よし。防御を1上げるやつ、投げる。ハンマー投げるいるか、でも。これ外していいんじゃないの、これ外して、ピンチでラッキー。ピンチでラッキーはでもな、欲しいよね。うん。どうしようかな。でもまあ、いっか、これ外すか。あ、ガツン殴り外そうか。で、防御プラス。これでね、まあ実質ね、体力が増えたようなもんなんで、まあ、ちょっとは死ににくくなったんじゃないの？で、ムービーが入ると。あ、これもG についたと。はい。うわ、もうセーブポイントも。ここが化け物が住むというオドロン寺院か。なんか嫌な感じだぜ。ちょっとスターストーン見つけようぜ。いや、もう絶対敵おるやん、こんなんさ。絶対敵おるやん。あ、回復はいいのか。下ばっかだもんね。じゃあちょっとセーブして、ちょっと一旦クリローかな、今回ね。絶対これボスがいるもん。ね、絶対ボスいるじゃん。だってセーブポイントあるんだもんね。まあ、結構ね、まあ、進んだのは進んだんじゃないかな。うん、3つ目のスターストーン取ってからなんで、で、薄暗村だっけ今いるのが。だと思うんで、確か。だったと思うんで、まあ、ここのボス前には来れたってことでしょう。ということで、まあ、とりあえず次回、ここの続きから、ね、ここのね、呪いをかけたであろうやつをね、ぶっ倒しに行きたいと思います。はい、ということで今回はここら辺でご視聴ありがとうございました。また次回、バイバイ。